どうも、このやテニスタンドのトメンです。MJ です。今回は、フォアハンドのスイングスピードマックスということで、はい、超得意やん。フォアハンドいつもね、素振りで浅いって言いそうできたら、ちょっとフォアハンドやってみて、マックスね。謎の、返しね。戻しがね、はい、大事じゃないです。多分いらないですね、これは。でもこれぐらいラケットをしっかり振るっていうことを、今日は、どうやったらそうやって振れるのかっていうことをやっていきたいと思います。で、今回はそんなまあフォアマックスでこうやって振ってるからMJ を使って僕が説明していきたいと思います。はい、はい、じゃあちょっとやっていきますので、ちょっと構えてもらっていいですか。はい、はい、まず一つ目なんですが、見てもらったらこの左手ですね。これ、しっかりまあ伸ばすというか、なんかこっちか肩をぐーっと伸ばすことによって左手に力が入るんで、右手の脱力につながります。右手の脱力。ね。まあ、脱力しすぎも良くないんですけど、ある程度の脱力。左手の方がどっちかというと、もう、緊張してるというか、形になります。で、逆にじゃあ、緊張してないパターン、やってみましょうか。形と。こういう感じですね。左手だなー。で、これ逆に右手が力入っちゃってますね。もう、拳見てもらうとわかります。もうすごいグーになっちゃってるんで。こうなってしまうと、やっぱり力んだスイングになるんで、手打ち？まあ、1時間のテニスも持たないと思います、これ。で、疲れてしまうんで。ですので、こっちに力が、抜きたい場合は、左手にしっかりぐーっと意識を持ってもらって、伸ばしてもらったら意識持てるかなと思います。ただ左手に力を入れるだけじゃなくて、左手を伸ばそうですね。僕の方向。ね、右方向か。右方向に左手を伸ばすことによって、右手が脱力するので、しなった腕のスイングができるようになると思ってます。ですので、力を抜いて、スイングは、スピードが上がるという形になってきますので、ちょっと皆さんも左手をしっかり意識してもらう。左手伸ばすと、肩も入るよね。そう。肩入るっていうのは、この、ぐーっと。肩入れるために出してる。そうですよね。うん、この MJ 見てもらったら、カメラの方に向かって、胸が向いてますから。さっきのだと、胸、まあ横か、斜め前向いちゃってるんで、やっぱり助走が長い方がそらスイング上がりますから、ぐーっとしっかり肩がね、右肩がこっちに行くぐらいまで行ってもらったらいいかなと思います。これはもう左手かなり重要になってきますので、これちょっと右手より左手を意識するということ、皆さん注意してやってみてください。はい、では次2つ目のポイントです。1つ目はね、左手をしっかり伸ばしちゃったんですけど、次はやっぱり上半身だけではそのスイングスピードマックス、まあ、できるかもしれないですけど安定感失われてしまうんで、次はここですね、ヒップ、はい、ヒップローテーションですね、はい、ここに体重をぐーっと乗せて、これをぐーっと使っていく、お尻使っていく、はい、スイングちょっとやっていきたいと思います。まずですね、まあ、形としてはこういう形、ここですね、ここにポイントを置いてもらったら、オープンの方が分かりやすいね。ここに意識持ってもらったらいいかなと思います。体重をなんか足に乗せてるというよりは、ここが詰まるような感覚でぐーっと構えてもらうと、ここがなんかね、引っ張られるというか、はい、ひねられるような感覚になるんで、このローテーションがあることによって体を使ったスイングが可能になってきます。だからここがスイングの時にぐーっと出るような感覚になってもらえると、スイングスピードは上がってくるかなと思います。まあちょっとなしっていうのは僕たちに難しいですよね。なし、うん、まあまあ使ってます、うん、やっぱり手打ちになるともうすごい大げさにやってますけど、こういう感覚ね、手だけでやっぱり胸も回転しないんで後ろ向かないですよね、体が。ですのでここにしか意識を持って、ここを出すような感覚でグッとスイングしてもらえると、速いボール来ても打ち負けなくなってきたりとかするんで、まあ土台もしっかりするかなと思います。 MJ の右足見てもらったら、このヒップローテーションした時にグッとためができてるんで、このためで力ない方でもボールに打ち負けなかったりとか、いいボール打てるようになったりとかするので、ここしっかり意識して、ここに意識を持って体のターンができるようにしてみてください。はい、ここね、さっきやってたよね、ええ音ならんかったし、お尻をなんか分かりやすいですよ、でもお尻叩きながら出すみたいなこれはあの MJ 式方式、あの MJ 式の練習法なんで、はい、あの今やったらどっかでやってみてください。はい、よ
はい、3つ目のポイントになるんですが、もう MCA がどうしてもこれは伝えたいと言って、言ってる？大丈夫？はい。伝えたいということなんで、MJ から3つ目は見たい、お伝えしたいと思います。はい、はい、説明しろって言われたんで言います。できるだけラケットの、まあ、先フェイス部分を大きくこう使いたくないんですよ。力を抜きたいんで、こう大きく使ってしまったらどうしても振り足の時に握ってしまったり、まあ、力みが出てしまうんで、少しだけこうラケットの先をできるだけ動かさずに、インパクトの瞬間まで脱力しておきたい。でそのためにグリップエンドは腕自体はぐーっと上に持っていくんですけど、フェイス、ラケットヘッド自体はあまり動かさない、この場から動いてない状態、こういう感じですね。こういう感じ、あまり動いてないですね。ここから体、先のヒップローテーションで体の回転を使ってインパクトっていう風に、持っていきたいんで、イメージとしてはラケットがこういう感じでインパクトしていく、こういう感じで動いていく、これがこうなってしまわないように気をつけてください。こういう感じですね。まあ、多少どうしても動いてしまうんですけど、実際やってる中では意識としてはあまり動かさずに、グリップエンドからぐーっと引いていって、ラケットヘッド、ラケット自体は高くセットしてるんですけど、フェイス自体はあまり動かさないっていうのをちょっと意識してみてください。はい、じゃあ、ちょっと今のを意識して、はい、今のスリーポイント意識して練習していきたいと思います。たまたし MJ がするんで、ここ打っていきたいと思います。はい、じゃあ行こう。ラリーしてみます。まず左手ですね、左手、左手がしっかり持ってること。
なかなか見とれるフォアハンドですよね。皆さんも3点意識してやってみてください。まあ3点一気に意識するっていうのも難しいかもしれないので、一つ一つ区切って練習していくのもいいかなと思うので、ぜひ皆さんも試してみてください。では